こんにちは、毎度おなじみフレイルです。僕は今サンビレッジにいます。こちらでは知って得するフレイル予防講座が行われています。知って得するフレイル予防講座は、フレイル予防のために必要な体操がみんなで楽しくできる講座です。知って得するフレイル予防講座では、フレイルの予防の秘訣をお伝えしていますよ。今日はフレイル予防講座の見学ができるんです。それでは早速行ってみましょう。こちらでは今まさに知って得するフレイル予防講座の運動編が行われています。ご自宅でもできる筋力アップのトレーニングを分かりやすく楽しんでできるように、音楽に合わせて行っています。参加者には日常に活用できるパンフレットをお渡ししていますよ。お家の壁に貼って使えますので、ぜひ活用してくださいね。サンビレッジではお口の講座も行っています。口腔機能を高められるようなあゆべ体操や早口言葉、10回クイズ、脳トレなどを行い、お口の機能アップと頭の体操を楽しみながら行いますよ。知って得するフレイル予防講座は、保健センターラピオサンビレッジで開催されています。申し込みは前の月の15日からです。詳細は毎月発行の広報小牧の15日号に掲載されています。ぜひチェックしてみてください。皆さん、今更ですが、サンビレッジはどんな施設か知っていますか？スタッフの近藤さんに聞いてみましょう。サンビレッジはどういうところか教えてください。フレイル君、質問ありがとう。サンビレッジは2017年4月にオープンした、知的に障害がある方が利用される日中活動施設だよ。ここでは就労継続支援 B 型と生活介護という2つの障害福祉サービスを提供しているんだよ。就労支援では施設併設の畑と小牧市内の耕作放棄地を借りて、四季お料理の野菜を栽培して地域の方に販売もしているんだよ。畑で採れたさつまいもで焼き芋販売や、美味しくて飲みやすい芋焼酎なんかも作ってるんだよ。生活介護ではクッキーなど焼き菓子を製造販売するグループ、手芸品やアートをするグループなど、一人一人の個性に合わせた活動を行っているんだよ。その他にもスポーツやダンス、音楽、芸術にも力を入れていて、利用者さん一人一人が自分らしく生活できる場所だよ。施設内にはアトリアというテイクアウトを行っているお店があって、とっても美味しいシュークリームや焼き菓子、ドリンクも販売しているから、ぜひフレイル君も食べに来てね。なんだかすごい施設でしょ。施設見学や交流など大歓迎みたいです。興味を持った方はぜひお気軽に連絡してね。